どうもハズムです。本日はですね、最近あったファッションニュースを一つ取り上げていきたいと思います。タイトルにもある通りなんですけども、ヤマトグループが新制服を20年ぶりにリニューアルということでですね、皆さんこの記事は見られましたでしょうか。8月21日に発表されているので、おとといですね。いろんなファッションメディアみたいなところでも取り上げられていた記事なので、目にしたという方も多いんじゃないかなと思います。現に僕のところにも、コメント欄であったりとか、あとインスタグラムの DM なんかでも、見ましたかってこう送ってくださってる方結構いらっしゃったんですけども、制服が新しくなるっていうのはですね、実は結構前から噂されていたというか、大体こう何周年かの記念ごとに変わってるみたいなんですよ。でそろそろ変わる時期なんじゃないかみたいなので、それから数年経っちゃってたんですけども、ここ最近ですね、団のお客様とかで実際にこのヤマト運輸で働かれてる方も結構多くて、あと僕のその視聴者さんでね、働かれてる方もすごい多くて、最近ですね、そういう情報がすごい僕のところに集まってきてたというか、口コミというかね、風の噂でこうなんかそろそろ変わるみたいですみたいなのを聞いていたので、いつ発表されるかちょっと待ち遠しかったんですけども、一昨日ついにね発表されました。で発表の数日前にヤマトグループのインスタグラムアカウント僕フォローしてるんですけども、もはやこうアパレルブランドのなんかこう新アイテムリリースかのような感じでこう小出しに情報がされてたんですよ。アウトドアブランドを中心に活躍する有名なデザイナーさんにデザインをね手掛けていただきましたって書いてあって、誰なんだろうみたいな、すごい気になってたんですけども、発表されまして、ホワイトマウンテニアリングの相沢さんという方がですねデザインを担当したとのことです。ホワイトマウンテニアリング、すごい有名なブランドですので、皆さん知ってるかと思うんですけども、まさかね自分の知ってるブランドのデザイナーさんがこうデザインを担当するとは想像もしてなかったんで結構意外でしたね。で今回発表された制服がこちらなんですけども、どうでしょう皆さん、デザイン、かなり賛否両論なのかなと思います。個人的には今までのそのヤマトの制服が僕の中ではどっちかというとこうちょっと抜けてる感じというか、なんか配色のダサさとかがかっこいいなと思ってたんですけども、今回結構普通にかっこよくなったんじゃないかなと思います。なんかすごい上からになっちゃうんですけど、あんまりこう運送会社とか、いわゆる制服とかってかっこいいデザインあんまりないじゃないですか。ちょっと抜けてるのがかっこいいなって感じることはよくあるんですけど、今回はやっぱりアパレルブランドのデザイナーさんが担当されたとのことで、なんかこう制服としてすごいかっこよくなったんじゃないかなと思います。あんまりここまで各所ディテールが効いていたりとか、切り替えの感じとか、制服の中ではすごい珍しいデザインなのかなと思います。で制服ということで、結構今回強度であったりとか耐久性、あと機能性、動きやすさとか、なんかその辺をかなり意識されてデザインされたみたいで、今までのヤマト運輸の制服って、伸縮性がなかったりとか、結構こう着心地はあんまりいいものではなかったと思うんですよね。それがかなりこう改善されて、実際その働く方々はすごい働きやすくなるんじゃないかなと思います。ただ個人的にはですね、今回の制服も素晴らしいんですけども、今までの従来のちょっとこう抜けた感じの制服がすごい好きだったので、それが9月16日以降ですね、ほとんどこう見られなくなると思うと若干ね寂しいところはありますね。ただやっぱり運送業っていうこう大変なお仕事、どんな状況下でもこう 100%120% で働かなきゃいけないお仕事だと思うので、その方々がですね少しでも快適にお仕事できるようになるっていうことは本当に素晴らしいことだと思うので、今後もヤマト運輸の動向及び配達員の方々の服装にも注目していきたいと思います。はい、ということで本日はですね、ヤマト運輸の制服がリニューアルされたというファッションニュースをお話ししていきました。少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。